そのままエンディングって読んじゃっていいですよね。いいよ。チームクリスタルの、番組情報。毎週花の月9は本家クリスタルデリシャスなラジオ。水曜日14時はワンダフルな情報番組クリスタルシャワー。金曜日11時は音楽と言葉をつなぐ1時間、幸せな時間の裾分け、イレブンクリスタル。第2月曜14時からはペットの情報番組クリスタルズーランド。ハートの温度1度アップ、ハートバトンリレー。そして来週から、クリスタルアイランドは大きくリニューアル予定です。さらにパワーアップして心地よい、番組をご提供していきます。ぜひご期待ください。さらに次回のペッパーは、4月の24日とのことです。過去予定ですまだどこからね、はい、やってくるのかな。どうなんですかね。ちょっとオーダー出してみるのもいいですかね。数字ばかりいいからさ、って街並みとかさ、そこまで交渉してみようよ。もうちょっとこう先に言っといてみようよ。ちょっとヒューマンな方をもう少し。そうよ。それじゃフランス行ったってイタリア行ったって一緒じゃないね。そうですね。数字ばかりもね。まあロボット。景色がどうだ、空気がいいだとかさ、何が美味しいだとかさ、どうすることはいっぱいあるだろうっていうね。ですよね。もうすぐ数字に逃げますから。ね。やっぱりもういけてないサラリーマンのようですけども。そんなに言われ方言われ方、もうロボットじゃない扱いですから、はい、で来週から、このクリスタルアイランド少し、ね、少しだけ大事ですね。ちょっとパワーアップするための準備期間として、はい、走ってきましたけども半分リニューアルしますよ、はい、半分大きくリニューアル、はい、そうで夏ぐらいにはガラリといろいろね、なるほど、ちょっと本格的に、そうですね、これまでは3ヶ月間そうです、ね、えっちらおっちら来ましたが、休んだだろうってもう準備させていただきましたもうちゃんとやれよってもうゆるりやってきましたけれども、ね、仲間もどんどんこちらも増えてまいりまして、ね、なんていうんですかね、使い勝手がいろいろ分かってきたので、はい、ようやく僕も掴んできました今頃かって話もあるんですけども3ヶ月もかかったようやくテンポが出てきましたので、はい、来週から大きく、リニューアルをしてパワーアップしてまいりますので、リスナーの方々もぜひご期待ください、はい、ではまた、クリスタルアイランド来週お楽しみに、はい、楽しみに。ありがとうございました。ありがとうございました。もうなんか声出していけないのかと思って、でも声もすごく通るし大丈夫です。震えてないし、ちょっと急いで着替えますので、はい、申し訳ないです。ありがとうございました。これらあ、なるほどね、そういうことなんだ。ありがとうございます。お疲れ様でした。